こんにちは、粟田洋介です。今日は横にこうやって釘が打ってあるキャンバスを剥がしていきます。ちなみにこれは2014年に描いた絵です。黒く塗ってあるんでここが黒いんですけど、釘がこうやって出ています。実は今日の今日まで知らなかったんですけど、このマイナスドライバー1本で音を立てずにこうやって釘が抜けちゃうことを知ったので、ちょっとやってみます。このやり方ですでに1枚剥がしているので多少は上手くなっていると思います。ではこのキャンバスをちょっと剥がしていこうと思うんですけど、剥がすときにこうやって固定しなきゃないんですけど、小さいキャンバスを固定するのは結構ね難しいんですけど、私はこうやって膝で挟んで固定します。でこのドライバーでやる方法なんですが、このドライバーここがねちょっと薄い方がやりやすいと思うんですが、今持ってるのこれだけなんでこれでやります。釘のここですね、隅にこういう風にドライバーをグッと押し付けます。ドライバーをこうやってグッと押し付けるんですが、押し付けてこの木にめり込ませます。それでこのぐらいの角度かな。でこうやってねグリグリやって、こうかこうか、こんな感じでプッとね釘を抜きます。抜いた釘は分かりやすいように置いておきます。あと5本抜いていくんですけど、こういうふうにやってねじって、で、あとはピュッて抜きます。これも、こうやって、で、手首をこうやりながら、抜きます。この端っこがやりづらいんですね。うん？ここも同じようにでもやって、こっちの端も、こっちもこうやって、抜きます。ここ5本抜けました。ここにも釘が5本並びます。今度はこの3本ですね、ちょこっと音が出るんですけど、私が今までやってた方法も紹介します。ドライバーでやるのに比べて力がいらないので楽です。使うのはねこの釘抜きとハンマーですね。この釘抜きはこういうんじゃなくてこういうシャープなのをおすすめします。そんでここがシャープであればあるほど使いやすいと思います。釘のこの部分にこうやって当てて、ハンマーをバーンってやる必要はありません。これの重さを重さでポンってやる程度でいいです。ここに当てて、これをこうやってこんな感じでやってピュッて抜きます。端っこの場合はこっちからやった方がいいと思います。なんだけど大丈夫かな。ますね。でこっち側もちょっといい力を入れて叩いてもいいですよ。で抜けました。抜けたところの3本とここが5ですね。あと2つ、また今度これでやってみます。なんかこのドライバーでも慣れてくるとあんまり力いりません。これ気をつけていただきたいのが、バーンって刺さないように真上からもしくはこっち方向で嫌だったらくるって返してすることもできます。でこれもバーンって刺さないように、刺さる方向に自分の体がないようにするといいと思います。でこれねこうやってやることもできます。危ないよ。自分の体だけじゃなくて他の人の体もないよ、ね、こういう風にして危ない、こういう風にしてやることもできますけど、硬いなこれ。
最後はこれを使っちゃいました。5本で3本で、これは再利用してまたこれにね新しいキャンバスを貼って、こうやって再利用することもできますし、ただ私個人的にこの釘があんま好きじゃないんです。ごわごつくて、ここがすごいシャープでちょっとね恐ろしいんで地方自治体の捨て方に従って捨てています。でこれですね、ただこうやって剥がせば出来上がり。出来上がりじゃないな、これキャンバスを貼ったら出来上がりということですね。でキャンバスは私はステイプラーガンで留めていますが、その方法はまた別の動画で紹介していますので、そちらもぜひ参考にしてください。というわけで今日はキャンバスを剥がす方法でした。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。